本教名材です。でですね、有名企業の夏の月収について話したいと思います。でですね、本人給が11万9千円ですね。職能給6万3千円。業績給が1万1000円ですかね。で、基本給合計が19万3千円。で、この差給差額ですかね。まあちょっとあまり読めないんですけど、1万6500円、1200円。営業外勤手当が2万4千円。で、緊急手当7500円。地域手当が6500円ですかね。で、合計で24万9千円ですかね。24万9千円。で、健康保険手当が1万円。厚生保険料が1万7千円。厚生基金分が5200円ですかね。で、5万円ほど引かれて、まあ、旅行を積み立てて、まあ、旅行も行ってないんですけどね。はい。で、5万4000円引かれて、差引支給額が19万5000円ですかね。19万5000円。はい、まあ、かなり年齢の割にはもらえてたのかなと思います。はい。終わります。